ホセロペス、ホセセレスティーノ・ロペス・エチェバリア、ホーゼイ・チェレスティーノ・ロペス・エイチェバリア、1983年11月24日帯は、横浜 DNA ベイスターズに所属する、ベネズエラボリバル共和国、アンスアテギ州でのプロ野球選手、内野手、右投げ右打ち。ドラフト外で、シアトル・マリナーズに入団。マイナー時代は2度のチーム MVP を獲得した。 7月31日にメジャー初昇格を果たし、同日の対アナハイムエンゼルス戦でメジャーデビュー。10月1日に一郎がシーズン最多安打記録258を達成した試合にも出場は、怪我に苦しんだが、2、レギュラーに定着。前半戦でチーム最高の58打点を記録し、怪我で出場自体となったロビンソンカノの代替選手として、 MLB オールスターゲーム出場を果たした。7月2日の試合前のミーティングでオールスター選出が発表され、ファン投票では5位以内にも入っていなかったことから涙を流して選出を喜び、マリナーズからは一郎で選出が終わりと思ったら僕の名前が呼ばれた。まさかのサプライズだった。その瞬間、泣いてしまったんだ。とコメントした。 後半戦は21打点と調子を落としたが、シーズンを通して打率28。282、初の二桁本塁打となる10本塁打、79、打点を残した。は149試合に出場し、11本塁打62、打点を記録。は159試合に出場し、17本塁打89、打点を記録。開幕前の3月に、 第2回 WBC のベネズエラ代表に選出された。チーム最多の10アンガを放ち打率。417、2本類が4打点を記録し、優秀選手に選出された。シーズンでは自己最高となる25本類が96打点を記録。このシーズンまで4年連続でマリラーズの正二類首を務めた。ショーン・フィギンズの加入に伴い、 三塁手にポジションを変更。4月23日の対ホワイトソックス戦では、元同僚の JJ プッツから、自身初となる満塁本塁打を放つと、7月12日にも2度目の満塁本塁打を記録した。しかし、シーズン通算では打率、239と振るわず、マリナーズは契約オプションを破棄。2010年12月に、チャズローのトレードで、 コロラドロッキーズに移籍した。は38試合の出場で打率20。208、本塁打にアップス。521と不審に陥り、6月7日に解雇された。2011年6月9日に、フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結び、15日にメジャーに昇格したが、7月2日にリーフとなり40人枠から外れる。その後は、 参加の AAA 級ニューオーリンズでプレーし、8月14日にメジャー最小格。2011年12月16日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結ぶ。の開幕はメジャーで迎えたが、5月にジョニー・デーモンと入れ替わりで40人枠から外れ、8月12日に契約が解除された。2012年8月14日に、 シカゴ・ホワイト・ソックスとマイナー契約を結び、8月30日にメジャー昇格した。10月29日に FA となった。1月7日、読売ジャイアンツと契約金1700万円、年俸8000万円で1年契約を結ぶ。監督の原辰則からは、クリーンナップと一類思をこなすことを期待された。開幕戦の3月29日の対、 広島東洋カープ戦に7番一塁一種で出場。3回裏に広島先発のブライアン・バリントンから初打席初本塁打を放った。開幕戦での新外国人選手の初打席初本塁打は1991年のフィル・ブラッド・リー以来球団では2人目である。同年8月25日の対横浜 DNA 戦では NPB では初の満塁弾を放った。 また、9月にシーズン規定打席に到達し、NPB た球団を経ない1年目の外国人選手としては、1995年のシェーンマック以来、球団史上18年ぶりとなった。また、巨人自前の新外国人選手が初年度にシーズン打率3割を超えて終えるのはロッペスが球団史上初である。得点圏にやや弱く、得点圏打率。 259個勝利脱もあり、打点は55にとどまったものの、打率303、18本塁打と好成績を収めた。また、一塁守備も失策数4と安定しており、ゴールデングラブ賞を受賞した。クライマックスシリーズ、日本シリーズにも出場したが、打撃部長でスタメン落ちする試合もあった。しかし、日本シリーズ第6戦で8番、一塁守で、 先発出場したロッペスは、第2打席に、田中正宏から左中間スタンドに、同点にいンん本塁打を放った。この際、第2戦の後期で、ロッペスを打ち取り派手なガッツポーズを決めていた田中に対し、累上を回りながら、今度はロッペスが、ガッツポーズとおたけび。さらには、田中と言い合いをしながら、本塁を踏んだ。その後、チームは勝ち越したため、2013年シーズン24勝無敗を、 含む田中の昨シーズンから連勝を30で止めた。チームが開幕前にレスリー・アンダーソン外野手兼一以上を獲得。さらに5月にフレデリク・セペダ外野手が追加獲得されると突如成績不振に陥る。アンダーソンが一塁を守ることも多くなり、セペダが成績不振で二軍降格となった後は将来を見込まれたこの年のドラフト一位ルーキーの 小林誠治が保守で起用され、それまで保守として出場していた安倍晋之助が打撃における負担を減らすために一塁に回るなど、複雑なチーム事情からスタメンを外れることが多くなり、出場機会が限られ始める。それでも8月29日の対 DNA 戦では巨人島への外国人選手でシェーンマック以来18年ぶりとなる20本塁打を達成した。 一年を通じて一軍に帯同し、ヒンダにあええダチームの中では、最多の22本塁打を放ったものの、最終的に打率、243と前年よりも打率を落とし、翌年の安倍の一類主転向を見据えて、オフの12月2日に自由契約工事となった。2014年12月12日に、横浜 DNA ベイスターズが、ロペスの獲得を発表した。 背番号は2 1軍公式戦の開幕から5番1塁手として起用されると巨人時代を上回るペースで本塁打と打点を量産。公式戦通算では来日後最多の140試合へ出場するとともに打率291来日後最多の25本塁打と73打点を記録した。オールスターゲームの選手間投票では前半戦だけで チームトップの13本塁打を放つなどの活躍を背景にセントラルリーグの一塁手部門で最も多い票を獲得。マリナーズ時代の2006年に MLB のオールスターゲームへ出場したことに続いて NPB のオールスターゲームに初めて出場した。アレックス・ラミレス新監督の方針で3番一塁手として公式戦をスタート。しばらくは 打撃不振が続いたが、5番に、打順変更された4月9日の対東京をヤクルトスワローズ戦、横浜スタジアでは、シーズン初本塁打を含む3打席連続本塁打、ソロ本塁打、2点本塁打、3点本塁打、各1本で6打点を挙げた。しかし、本塁打、14本、打点、44打点ともチームトップで迎えた6月8日対福岡ソフトバンクホークス戦、 福岡や福岡。ドーム試合前練習で二塁の守備についていたところ、打撃練習中のエリアン・エレラが放った打球が、左足の親指を直撃。後の診察で骨折が判明したため、7月2日まで、戦線離脱を余儀なくされた。7月3日に一軍に復帰したが、8月の通算本塁打はわずか2本で、同月13日の対広島東洋カープ戦。 第2打席から30打席連続無駄に陥るほどのスランプに陥った。しかし、打順を3番に変更した8月25日の対、阪神タイガー,アース戦で、本塁打を含む3安打を放ったことを機に復調。9月18日19日の対広島に連戦。いずれも、横浜スタジアムでは、18日の延長10回裏に、大瀬良大地からの3点本塁打でさよなら勝利を。 収めると、19日の第一打席で1、軍公式戦初先発の残酷圧やから、翼スタンド場外へ、来日初の30号2点本塁打、2試合にわたる2、打席連続本塁打を放って、チームを、史上初のクライマックスシリーズ、CS 進出へ導いた。9月には、前述した18日からの4試合連続本塁打を、含む12本塁打、26打点。 いずれもリーグ最多を記録した結果、来日後初めてスリーグ打者部門の月間 MVP を受賞。23日には年俸総額4億60円。金額は推定に出来高を加えた条件で、翌2017年からの2年契約を結んだことが、球団から発表された。ポストシーズンでは、巨人との CS アーストステージ3試合、東京ドームで、 チームトップの2本類が3打点を記録。チームのファイナルステージ進出へ貢献した。広島とのファイナルステージ、松田スタジアムでも3番、一塁手として全4試合にスタメン出来第4戦、10月15日7回表の打席でソロ本類打を放ったものの、4試合を通じて16、打数1安打と振るわず、チームも 日本シリーズへの進出に至らなかった。その一方で、日本シリーズの終了後には、セリーグの一類一種として、ゴールデングラブ賞に選ばれた。一軍公式戦の開幕から、3番、一類一種として、スタメンを任されるとともに、リーグトップの打点を記録するほど好調を維持。6月には、1日の対北海道、日本ハムファイターズ戦、札幌ドーム4票に ML、MLB、 NPB 公式戦、通算200本塁打を放つと、30日の対巨人戦、宇都宮清原球場から筒中里氏と打順を入れ替える格好で4番打者に定着している。また、6月6日には、全12球団から本塁打を記録している。さらに、8月3日の対中日戦、横浜3回裏の第2打席では、NPB の1軍公式戦における4年。 連続シーズン20本塁打を吉見和樹からの2点本塁で達成した。レギュラーシーズンでは一軍公式戦全143試合中142試合に出場。30本塁打、105打点、171安打という成績でセリーグ打点王と最多安打のタイトルを獲得するとともにチームの2年連続 CS 進出に貢献した。ちなみに、 一シーズンで100打点を挙げたのは初めてで、本塁打をすべて違う投手から放っていた。NPB の一軍公式戦で一シーズンに30本以上の本塁打を放った打者が、当該シーズンに対戦したどの投手からも複数の本塁打を記録しなかった事例は、このシーズンのロッペスが史上初めてであった。チームのレギュラーシーズン3位で臨んだ CES では、 阪神とのファーストステージ3試合、広島とのファイナルステージ5試合を通じて打率。333、1本塁打、7打点をマーク。チームの19年ぶりに本シリーズ進出に貢献するとともに CS の MVP に輝いた。巨人時代の2013年以来4年ぶりに出場した福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは6試合通算で打率。 292を記録。10月31日の第三戦、横浜では、武田翔太から、ソロ本塁打を放った。チームの2勝3敗で迎えた11月4日の第六戦では、福岡や福岡、ドームでは5回表の第二打席で、勝ち越しの2点的自打を放った。チームはこの試合での延長11回、サヨナラ負けによって、シリーズ制覇を逃したが、ロペス自身は、 シリーズの終了直後に2年連続でセリーグ一類主部門のゴールデングラブ賞を受賞した。オールスターゲームにも選手間投票でセリーグ一類主部門の1位を獲得したが故障の影響で、セーパ交流戦の開幕時点で本塁打、15本、打点、41打点ともセリーグのトップに立っていた。しかし、交流戦の開幕戦にあたる5月29日の 大落天戦、横浜4回裏の第2打席で、左翼戦2打を放って1塁へ到達した際に、右太ももの裏を痛めて、途中交代。この試合を境に、右太もも部の数箇所を痛めたため、交流戦への出場は3試合にとどまった。しかし、オールスターゲームには、選手間投票セリーグ1塁手、部門1位で出場。オールスターゲーム後の9月に月間な本塁が、17、 打点を記録するなど巻き返した結果、一軍公式戦110試合の出場で打率、288、26本塁打、77打点という成績を残した。さらに、NPB のレギュラーシーズンで一軍公式戦の、守備規定時合数、チームの総試合数に、3を満たした一塁手は初めて、守備率10割、946回の守備機会で、 無失策のままシーズンを終了。3年連続でセリーグ一類主部門のゴールデングラブ賞を受賞した。ボールコンタクトに長け、右方向へ打つことがうまい。右投手相手なら右足に、左投手なら左足に体重を残すというシンプルな投げ切り論を持つ。マイナー時代は兄弟のプルヒッターだったが、 メジャー昇格後は逆方向へ打球を運ぶ意識が強くなり2006年から2008年にかけては引っ張る打球の割合が45%程度になったしかし2009年以降は再び引っ張る打球の割合が高くなり NPB 時代における引っ張り方向の打球の割合は54%とリングトップクラスになっている指を選ばないフリースインガーで メジャー通算の支給率は3.7%を喫し、レギュラーに定着した2006年から2009年にかけては打率277を記録していたが、出塁率が低く、アップスは727だった。2010年から2012年にかけては打率236、アップス615と低迷している。緩い変化球も苦手としている。 メジャーデビュー当初は遊撃手として起用されたが、2年目からは二塁手として起用された。さらに、マリナーズを退団後は三塁手としての起用が増えた。二塁守備に関しては、球際に弱く守備範囲が狭い上、ボールハンドリングも悪く、つまらない早球ミスや、イージーゴロを取り損なう場面も見られた。一方、50試合ほど一塁の守備についたことがあり、 もともと二類種でもあるため、一類種としては、ポジショニングや動きが良く、メジャー通算の DRS9、ザー0.7と総合的な面では平均以上の、失点を防いだ。また、三類種として2010年に、リーグ最多補殺とリーグ3位の DRS10、同4位のザー8.1を記録した。NPB でも、2018年までの6年間で、ゴールデングラブ賞を4度受賞。 同年には、レギュラーシーズンで一軍公式戦の守備規定試合数、前述を満たした一塁手で、初めて、守備率10割を記録した。なお、NPB では主に一塁手として起用されているが、他選手との兼ね合いで二塁や三塁を守ることもある。DNA 時代の2016年3月30日には、大巨人戦、横浜スタジアムの7回裏に三塁走者として、 倉本俊彦の二塁ごろで本塁へ走り込むと、保守のタッチを何度もかいくぐった末に、本塁へ生還。球審は一旦政府と判定したが、巨人の高橋義信監督が審判団に抗議したため、本塁上のクロスプレーに対するリプレイ検証が、NPB の一軍公式戦で初めて実施された。検証の結果、政府の判定を覆すまでには至らず、 ロペスのホームインと得点が認められた。体が硬く、自己管理も苦手で、2007年にマリナーズと4年契約を交わした際には、毎年行われる、体脂肪率チェック、60ヤード層、20ヤード反復層、垂直飛びの4つで、一定の数値をクリアできれば、1つクリアにつき2万5千ドルのボーナス、4つクリアできれば、さらに2万5千ドルのボーナスがつくという出来だかと、 体重制限条項が組み込まれ。マリナーズ時代にチームメイトだった一郎に影響されて、バットはジュラルミンのケースに入れて保管している。また、一郎が安飲していたことから、来日以降ほぼ毎日、ユンケルファンティ、一本三千円を飲んでいる。ひょうきんな一面もあり、立、岡総一郎の初安打のボールをスタンドに投げ入れる、振りをし、周囲を驚かせたことがある。 また、ハード、オフエコスタジアム新潟でのゲームで、お立ち台に立った際、肩最高と叫んだり、入場曲がアントニオ猪木の、炎のファイター、猪木ボム BAU になってから、初めてのお立ち台では、チョキの代名詞である、元気ですかを叫んだりと、観客の笑いを誘う場面があった、巨人時代はフロントに止められたという、マリナーズ時代のチームメートだった。 ヤクルトスワローズのウラディミール・バレンティンと仲が良い。無類のサッカー好きであり、中学生の頃の将来の夢はサッカー選手だった。憧れはロナウジーニョとクリスティアーノ・ロナウド。幼少期はサッカーの練習時間の方が野球より長く、本気になればプロサッカー選手になれたかもしれないと2018年シーズン終盤の記事で語っていた。 2014年は大好きなレアルマドリードの欧州 CL 優勝の瞬間を早朝に起床してテレビ観戦するほどである。なお、サッカー W 杯ではスペイン優勝と予想していたが外れている。応援では通常だとバモスコールだが自身の強い希望によりチャモ、スペイン語でヤンチャボーズとコールされる。チームメイトにもチャモさんと呼ばれている。 交通渋滞を嫌い、横浜での試合時はいつも電車で球場に通う。電車の乗り降りにはパスも押し用している。遠征から戻る際にはチームメイトより早い新幹線で横浜に帰り、トレーニングや体調管理に努めている。好物は寿司。三浦大輔と寿司屋に通い、特に好きなネタはトロだという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。